感染しないように対策する、ちょっとね、対策する方法としては、もう家の中にもマスクするやつ、うん、となんか仕切りがないから、こうあえてなんか布とかでその仕切り作るだけでもだいぶ変わるらしい。ほうほう。で、あとなんか消毒と換気、うん、ってなるとなんかマスク再強制する。これ食べちゃう。これで、まあいいや、いや、やりづれえと思って。せっかちくんじゃん。村瀬ここ持ってるらしい。すごい分かんない字やね。もう最近の今出てるから全然読み方分かんない。オーストリアか。レトロブームって流行ってるじゃん、うん、名前にまた子がつく名前とか流行り出す可能性あるよね。逆に可愛いってなって、まあ、でもその3文字のつける名前とかじゃなくて、例えば2文字のマコとかそういう感じの子とかね。どこ行くんだっけ、分かんなくなった。コトブキシティに戻ったよ。出てくる。どうすればいいんだいこれ。あ、上の方行くんだっけ。あ、いたいたいた。オープンミー下っ端っていうあ
言うともう年代がバレるわけだ。恐ろしい。海。違う行けないからそこに上でいいかな。相性抜群だから結構いいとこまで行けんじゃないかな。あ、でもあれか、草にやっぱデコボコだよね。格闘には草は弱くて火は強い。覚えたのってのもかなりきつい。もう飾る、はい、もうまるでいいかな。何引っ掛け持てる持てる持てる。虫って格闘弱いじゃあ強いけど火はどうなんだろう。
気がする。電気効かないでしょこれ。ここ今一つ振ってるんだね。逃げただけじゃないか。そのおっさん。その場合、義務しかねえじゃん感じだ。
ちゃゲーム揃ってるけど、まあ面白いな。あそこ全国一番で売れてるって書いてあるけど本当なのかな。全国で一番売れてんだって、看板書いてあったよ、 JR の。すごいね、1号店もあるし近くに。あそこが1号店だと思わねえよな。まさかの。小淵駅の近くにあるね、ブックオフが1号店なの。ただ1号店って言ってる割には結構入りづらい駐車場だよね一番。まあそうだね。あ、でもなんだろうな、一応全種類的なもんあるけどね、ゲームもあれば、あのホビー、おもちゃもあれば。よいしょ。まさかな、あそこが1号店だと思わなかった。そう、クイズゲームで間違ったんじゃん、あれでブックオフって選ぶゲーム、クイズで1号店は相模原って書いてあったから、え、どこだろうっつってずっと謎に思ってて、そう、結果としてその小淵駅の近くが1号店だったっていう。全書聞いてみた。うん、まあなんかよく見たら本当に1号って書いてあったもんね。まあね、ただ1号店って割にはそんなに栄えてるとは思えない感じかなっていうのは正直あるけど、あとバーミヤンも確か町田だっけ、1号店なんだよな。え、どこだろうね。いや違う、あのね、あそこの辺出てた、あの何したっけ、ね、あんまり住みたくない場所。何したっけな、町田のあれ何したっけな、各駅で泊まるところ、柿雄だ。うん、確か柿雄あたりにそのバーミヤンの1号店あるっていうのは聞いたことある。確か、うん、その辺にあったはず。あのね、本当にえ、ここみたいなところにあったはず。広、まあ1号店だしな。うん、開けてるとこにはないんで、1号店はさすがに。ハードオフってどこなんだろうな、1号店ちょっと気になる。でもさすがにハードオフあたりはもう地方だろうな。昨日何食った？昨日冷えた蕎麦しか食ってない。なんかその蕎麦で、でもないよ。アレルギー、蕎麦アレルギー、蕎麦アレルギーって、まさか今まで出たんですね。確かに食った後ちょっと口元ガサガサするから唇が荒れるなって思ったけど、あれきっと辛かったあれのせいかと思ってた。ちょっと上に、はいはい、そば？そばアレルギーでした方がおかしい。いや、でもアレルギーなんてどこで何が起きるか分かんない。手前のやつはターフリだった。え、そばなのかな？まずそば、そばの木が小さい。そばじゃねえの？
それかネギ、でもネギはこの関係ない。うん。なんだろうね。ゼロではないよな。うん。食べやすいし。よく塩さんに行くか。やけどしたのかな、それとも。舌がピリピリして変な感じだから、何食っても美味しく感じないんだよ。味覚がないとかじゃないか。まあね、なんだろうね。カレー辛いって感じですよ。まあ可能性あるとそれだよ。これさ、いつ言われたんだと思うけどさ、マリトワさんだっけ、何したっけ、ワリエワさん、これ多分ね、本人じゃないと思うけど、言わされてると思うんだけれど、これは言わない方がいいと思うよ、これ。いや違うね、もう言うと不利になっちゃうんだよ、こういうの。何を言って、じゃあドーピングしたんじゃんみたいな感じになっちゃうから、もう黙ってるのが一番いいんだよね、こういうの。こういうふうにやって行っちゃうからさ、バンガーさんがこういうふうに行っちゃうからさ、だからバンガーさんが感じたのすげーごめん、間違ってないよね、この人言ってることもね。あー、名乗った。もう一度役に投与したらもう死ぬまで役だらけなんですよ。うん、確かにこの人の言ってることは私すごく真っ当なこと言ってるかも。いやでもさ、一生停止になるっていうのも仕方ないかなって思って。分かんないけど、だけどスポーツマンシップってものが乗っ取れてないじゃん。黙ってよかったんだよね。黙ってよかった。剥奪？でももう分かんなくない？だって今尿検査か知らないけどやっても分かんないんでしょ？今陰性なんでしょ？12月に出た話を今やったらもうね、海外から出ちゃってんじゃない？いろんな意味で。無理じゃない。ただ15歳ってことを考えてあげてると思うよね。だから無理だってあると思うよ。宗介も拡大してみる。これはコーチとか周りのサポートの人たちがしっかりケアしたり、自殺しちゃいすっためないような世界からバッシング受けてるし、誹謗中傷激しいみたいな。まあね、誹謗中傷言うからな、自分が当事者になった時にやられてどう思うか考えた方が俺は死んでしまう。